こんにちは、綺麗になるというチャンネルのくんじです。実際にやっているところから見たい方はこちらまで飛ばして見てみてください。はい、というわけで今日のテーマは100均のカラー剤検証です。今日はこちらの商品を使って髪が実際にどのくらい染まるのかっていうのをやっていきたいと思います。この前ダイソーに行ったらカラー剤がめちゃくちゃいっぱいあって、今はこんなにあるんだと思い、ちょっと今日はカラー剤の検証の動画を撮ってみようと思います。まあ私は美容師ではなく、ただヘアアレンジが大好きな人なんですけど、美容室で受付とかもやってたこともあるし、セルフのヘアカラーが美容師さんからすると、まあ、そんなに良くないよっていうことは分かってます。ただ急にこの根元の白髪をどうにかしなきゃいけなくなったとか、急に染めなきゃいけないっていう場面がたまにあると思うんです。美容室の予約が取れなくてやばいみたいな時とかもね。だからそんな緊急用の時のためにこういったセルフカラーも覚えておいてもらえると、まあその時に役立つのかなと思います。私個人的にはセルフカラーよりもプロの知識を持ったプロの方にお願いするヘアカラーが髪の毛の傷み具合とか染まりの仕上がり具合とか、次にやりたいカラーのためにもなるべくプロの知識を持ったプロの方にやっていただくのがあくまでもおすすめかなと思っています。まあそれも踏まえて緊急用ということで参考にしていただければと思います。じゃあ早速ダイソーのこちらの商品の染まり具合を確かめていきます。で、事前にねちょっとやってみたんですよ。染める前の髪はこんな感じ、結構白髪が多めの髪です。で、染めたのがこちら。結構ね綺麗に染まったんですよ。綺麗に染まったっていうか、まあ、色が入った、比較するとこんな感じ。髪全頭に濡れるっていうわけじゃなく、部分的に染められるような量なので、全体的に染めたい方は何個か買う必要があります。ちょっと前置きが長くなっちゃって申し訳ないですが、染めていきます。髪をこう染めるために塗るブラシとかがないんで、紙コップに液を出して割り箸で綺麗に混ぜて、手袋をして髪に塗っていきます。めっちゃ簡易的だけど、ほんとこれ美容師さんが見たら怒るかもしれない。皆さんはねしっかりセットを揃えて、もしやるときはやってみてください。はい、じゃあカラー剤を紙コップに入れていくんですけど、パッチテスト用に少量入ってました。パッチテストはこう腕にカラー剤をつけて荒れないかとかを見るやつです。これをねやってあげてから染めた方がいいと思います。やっぱね頭皮とか荒れちゃったら嫌だからね。これを1剤と2剤があるんですけど、全部紙コップに入れて混ぜていきます。このこれだけの毛束だと全量はかなり多いけど、全部出したらこんな感じ。2剤がこの白いやつです。1剤がオレンジやつ。これを混ぜていきます。くるくるくる。これ本当はなんかちっちゃい泡立て器とかで混ぜた方がいいかも。美容師さんって多分そうですよね。しっかりと混ざったので、こちらを毛束に塗布していきます。今回は手でやりますが、ブラッシングしながらやってあげた方が色ムラがなるべくなくできると思います。じゃあこれに塗っていきましょう。手でやっちゃいますよ私は。大胆だけど、こんな感じで塗っていきます。これ多分少量より結構多めに塗った方がいいと思う。だから多めに塗っていきます。で、これ説明書には塗る時間が10分、置く時間が20分くらいを目安にって書いてありました。これはねでもあくまでもやり方というよりは染まり具合を見てほしいなと思っている動画ですので、直接指で塗るとかは参考にしないでください。さあこんな感じでいいかな。全部の髪に塗布しました。でこれを20分放置して流してシャンプーしてトリートメントしたものをお見せします。ヘイシリタイマー20分。はい、じゃあ今20分経ったのでこちらを流していきたいと思います。まあ、流してシャンプーしてトリートメントまでつけてあげようかな。はい、今流し終わりました。こんな感じ。結構ね染まってる感じしますよね。ちょっと乾かしていきます。ちなみに私がいつも使ってるのはキヌジョプロっていうドライヤーです。
軽くて風量が強くて温度があったかいのですごく気に入っています。乾かした感じがこちらです。結構綺麗に染まってるぞ。ビフォーとの比較がこちら。だいぶ違くないですか。今回使ったのがアッシュブラウンっていうカラーで、ちょっとね緑っぽくて本当にアッシュっぽい緑な感じで、なんか思ったイメージそのまんまに染まってくれています。写真で見るとこんな感じ。結構いい感じに染まっているのではないか。なるってよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は100円ショップ、ダイソーの部分カラー染めで白髪の毛束を染めてみました。いかがだったでしょうか。私的にはそんなに染まんないかなと思ったんですけど、まあ結構ねしっかり染まってくれたのですごいなと思いました。もし他の色も気になるよっていう方はコメントいただければ嬉しいです。まあ最初にもお伝えしたんですけど、こういったセルフカラーはあくまでも緊急用とか、どうしても美容室が予約できなかったとかっていう時に使っていただけたらいいかなと思っています。理由はプロの知識、技術を持った方にやっていただくと仕上がりも違うし、イメージに合った髪にもなるし、ダメージとかもね抑えてくれたりもすると思うので、もしいける方はプロの方にやってもらった方がいいかなとは個人的に思っています。というわけでまた皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムをやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。